い、皆さんこんばんは、せんちゃんです。今日もね、日常 Vlog ということでね、夕飯を作っていきます。で、今日作っていくのはピーマンの肉詰めです。ピーマンは嫌いなんだけど、ピーマンの肉詰めは好きです。まずは玉ねぎをみじん切りにしていきます。玉ねぎのみじん切りはですね、この前ね、ようやく覚えたんですよ。なのでね、もう今日は完璧だと思います。まずは前のごとく中途半端に切る。そしたら、この前はこのまま逆サイドからいっちゃったんですけど、まな板とね、平行に切るらしい。これが私には足りなかった。そしたら、こっから切るのよ。こうするとみじん切りに、おお、この前よりは、ただね、まだやっぱそこまでみじんではない。これは何、ま、でも前よりはマシになりました。こっからはもう、ご自由に。始まります、私のみじん切りトーク。今日は何について語ろうかな。そうそう、そういえばね、お父さんとのツーリングの日が決まりました。雨が降らなければ行く予定です。ただね、もう梅雨だからね、梅雨プラス雨女、もうイコール雨。なんかわかんないんですけど、私が出かけるとね、なぜか雨が降るんですよ。私が初めてオフ会やった時なんか台風が来ましたからね。なんか今までで最大みたいな台風が来たもん。私としても動画はカラッと晴れた日に撮りたいので、できれば晴れてほしいんだけど、もうね、神に嫌われてる説。でもツーリングどこ行こうかな。もうなんか結構暑くなってきてるので、涼しいところを走りたいです ね。 もうね、バイクはね、涼しい乗り物と勘違いされやすいんだけど、そう、走ってる時はね、涼しいんですよ。走ってる時はもう爽やかで気持ちいいんですけど、信号待ちがね、本当に暑すぎる。ちょっとまだツーリングの場所は計画中です。あー、みじん切り終わりそう。なんかこのみじん切りトークが定番化しそう。どこに需要があるのかっていう。そうしたら玉ねぎはちょっとレンジでチンするそうです。じゃあその間にピーマンを切っていきます。正直ピーマンの扱いには慣れてないので、切り方が分かんないんですけど、雰囲気でやっております。これで種を取るのかしら。おうおうおう、え、肉詰まる、これちょっとイメージと違う感じの、あれれ、 OK ということにしましょう。薄力粉を内側にまぶす。そしたら、まあ、こんな感じで雪の積もったピーマン、とても情緒がある。そしたら、中身を作っていきます。全然粗熱取れてない。やばいやばいやばい、肉が焼ける。パン粉を入れる。で、混ぜます。そしてお醤油をちょっと入れる。で、ブラックペッパー、ブラックペッパーは海苔でかけます。いいね。あ、飛んでた飛んでた。この肉勢いがあるわ。はい、種が出来上がりました。いい感じです。そしたら先ほどのピーマンに詰めていきます。ちょっとこんもりするぐらいに詰めるらしい。いいかもしれない。すごくそれっぽくできました。こんな感じかな。こんもりしすぎかな。なんか若干肉が多すぎた疑惑が今ちょっと浮上し始めてますけども、どうでしょうね。まあ、ここがね、私の腕の見せ所ですよ。いかにこう平等に盛るか、余らずに盛るか。畜生、最後のピーマンが小さい。無理にでもちょっと圧力をかけます。見てください、ぴったんこです。ぴったんこプロ。私たまに冴えてる時があるんですけど、今日でしたね。はい、そしたらね、フライパンで焼いていきます。肉側を下にしておく。肉盛りすぎた感がすごいんだけど、やばいやばいやばい。これ火通るんか、本当に焦げたらやだな。で、このタイミングで洗剤がなくなったかと。あ、やばい、シャボン玉すごい見てる。やばいやばい、幻想的な世界。ああ、焦げ目ついてる。いやあ、焦げてる。やあ、全然近い。アルミホイルをかけて蒸し焼きにします。そしたらその間にもう一品作ります。もやしのナムルです。
水洗いします。そしたらタッパーにもやしを入れます。そしたらもやしは電子レンジで3分チンをします。鶏からスープの素を小さじ1、醤油もなく小さじ1で、ニンニクを、そしたらごま油を小さじ1、もやしはチンが終わったら、もやしはもう水で冷ましちゃいます。熱いね。ちょっと水気を取ります。先ほど作ったタレをかけます。いりごまを振る、あとは混ぜます。これで簡単に一品が出来上がって、保存も効くので多分2日ぐらいは大丈夫詳しくは知らないけど、私は2日ぐらいいけると思っている蓋をして、とにかくね、シャッフルです。これで完成です。で、あとは冷蔵庫で冷やしとけば OK。 ピーマンは食べる分だけお皿に盛って、あとは冷蔵保存します。何？炭作ってんの？見かけ悪っ笑うしかない。ミルキーのホワイトソースです。これ何気にハマっちゃってちょっと癖になってる。はい、じゃあ出来上がったので食べていきたいと思います。はい、今日の夕飯ができました。ピーマンの肉詰め、焦げたところをケチャップで隠してどうにか良さげな雰囲気を出しております。ミニトマトはそのまんまで、もやしはナムルにしました。ご飯は今日はチンのね、チンの玄米ご飯です。はいはい、ということで、まあ、どうにか OK ということでいただきます。今日はね、ケチャップをこぼしそうなのでエプロンつけたままにします。はい、ではいただきます。これだよね、問題はこれなんだよね。これがさ、中まで焼けてんのかな。あ、火は通ってますね普通に美味しい、普通に美味しい想像通りの味ですもやしちゃんにしましょう。ちょっと甘いちょいやつ、もやしのナムルちょっと味薄かったかも。これね、もうちょっと水気しっかり取った方がいいかもしれないです。ちょっとね、ちょっと雑だった。うん。私の料理って毎回そうなんですけど、見かけがね、悪いんですよ。見かけが悪いけど、普通に美味しいんですよ。うん。ただ見かけがね、ゲノゲ。あ、トマト美味しい。俺は何もしてないけど。何もしてないけど、トマト美味しいわ。美味しいものを食べてる時が一番幸せ。今日は皆さんに薄めのもやしをプレゼントです。シュールすぎるだろ。薄っ。はい、ということで今夜の夕飯はこんな感じでした。こんな感じで日常ブログダラダラと今後もやっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では、せんちゃんでした。バイバイ。